はい、こんにちは。プレアとイベントのベルちゃんとアメちゃんです。イエーイ、イエーイ。誰かのリクエストで、誰かのリクエストで柱を描いてほしいって、柱描くとこ見たいって。そうそうそう、鬼滅のね、鬼滅のね。そう、なんか柱は 何の柱でも超真剣に描いてさ、どっかの柱って家の柱を一生懸命描いて鬼滅の刃の柱、鬼滅の刃の柱ね。うん、オッケー。誰を描くの？誰がいい？まあ、まだ言わないで、まだ言わないで、あ、まあ、じゃあまだ言わないで、誰か途中で分かった人がいたら、うん、あ、それだみたいな。そう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 、いいですか？オッケーオッケー、やりましょう。いいよ。はい、じゃあみんな誰描くと思いますか？分かったらあーって言ってください。誰誰って言ってください。オッケー、はい、行きます。よしよし。うーん、おっ、お？お？分かったかな？分かったね。だってヒーローは一人。あ、あれ？ヒーローは一人？二人頭にある？うん。さあ、お。もうね、良い子のみんなも分かるよね。そう、分かった。なんでしょう。あれじゃん。え？あれじゃん。誰？もう一人。誰だよ。茶色がない。茶色が終わった。お、ファイヤーだよ。ほら、ファイヤーといえば。ファイヤーといえば、名前たくない。なんでたまには騙したら。どういうことだよ。うん、よーし、もうどうじゃ、早く。誰でしょう。レンゴさん。え、違う。あ、当たったらベロちゃんに100万円あげようと思ったのにな。さあ、煉獄さんになるのかな。え、よ、ね、何変わった。何が今煉獄さんピンクじゃないんだけど。ピンクといえば、え、何、何、愛の柱。え、誰誰、え、愛の柱。愛の柱だ。誰、ピンクだね。甘露寺さん。甘露寺さん。あれ？あれ？分かったかな、もう。分からない。え、もう分かんない？怒ってんの？怒ってない。怒ってんの、なんか。騙されたけど。もしかしたら騙されてない人もいるかも。うん、ここから。お。分かった。うすみさんです。え、派手派手じゃん。派手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 じゃん。派手派手じゃん。はい、今この色はどんどん目指す色。派手派手だね。誰かな、分かったかな、もう。え？分かっちゃった。分かっちゃった。バレちゃった。
って。よいしょ。好きな柱？誰か。誰が一番かっこいいと思う？いや、みんなかっこいいでしょ。ベロちゃんは？え？まあいいよ。ベロちゃんの一番は誰ですか？私の一番好きなのは種美さんだよね。はい、あ、そうだね。種美さんは、種美さん怖い。ということで、もし何かリクエストとかあったらコメントください。 OK? とか、なんかスプレーアートでこういうのやってとか、何こういうの見たいとか、もしあればできるやつはやるんで。 OK です。はい、じゃあということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、コメントも忘れないでください。はい、アディオス。アディオス、アミー。